こんにちは。K です。今日サビ一発目のテーマは、服ですら自己表現できない人たちの生き様はあるのかあるよファッションは偉大だけど、ファッションはすごいよ。要素としてはね。まあ、でも人生というもので考えれば、ファッションなんていうのはね、ねそんな大したことないですよ。その他の要素の方が大きいですからね。はい。なので生き様あると思いますが、 あそうだね。まあ、僕はそもそもその服装、服でね、自己表現をする必要って、僕は特別ないと思ってるのね。もちろん、あの、いろんな考え方があるから、えー、服で自己表現をするべきだっていう質問に対して、えー、イエスって答えた人たちは、別にそれはそれで僕はいいと思うし。例えば僕はどちらかというと、まあ、ノーではないけど、いや、いらないでしょ、とまでは言わないけど、 特別それを意識してやる必要はないかなと思ってて、これなぜかというと、その、服イコール自己表現って考えるとすごいこう密接じゃん。服、ね、矢印が出てて自己表現って考えると、 もうね、隣にいるけどさ、まあそのなんか、そもそも服に惹かれたね、きっかけとか、好きになったきっかけとか、まあその人が好きになるブランド、ね、それも人それぞれあってさ、まあなんていうの、そこももう、その人のファッションの感覚なわけいいじゃないですか。行く店、使うサイト、じゃあ影響を受ける人とかさ、じゃあ YouTube でもじゃあファッションの、例えば YouTuber とかで見てる YouTuber も違かったりとか、誰からどう影響を受けるかみたいなのとかも、全部その人のファッションの感覚というか、大げさに言うと、それ それがその人の、何て言うのかな、人生のその、うん、チョイスというかさ、それが出てるわけじゃないですか。僕は買い物ってやっぱその、チョイスというかね、そういう部分あると思うので、まあ、そこで、あの、使いやすい安い服を買うのか、使いにくいけど、一回一回の満足度が高い高い服を買うのかみたいなのって、まあ、重要なチョイスだと思うんですよ。そうなので、 なんかそういうその選択をいろいろしていく上でさ、でどう組み合わせるかとか、どんな日にその服を使うのかとかさ、それでね、出来上がったその服装、まあスタイリングとか、まあいわゆるその人のファッションって、もうね、別に特別、あの、自己表現っていうのを考えてなくても、もうね、全部の要素に自己表現みたいなところがこう、ニュアンスとして入ってるから、 最終的に完成されたスタイルには、なんかどこかその人っぽさとか、その人の良さとか、そういうのって、僕は入ってるんじゃないかなって思うのね。だから特別意識しなくても、別に何も考えてなくても、自分の感覚で好きなものを着て、好きなように組み合わせて、いろんなところから影響を受けて、いろんなの吸収して作ったものって、なんかもう勝手に自己表現として、あの、成り立つというか、自己表現って呼べるものになるんじゃないかなって、僕はなんか、どことなく思ってる。 です。もちろん、よくあるファッションでの自己表現って、まあ、あの、直接的なもので言うと趣味とか、まあ、そういうものをファッションに、 こう反映させる。じゃあ自分はこういうのが好きだから、じゃあアウトドアが好きだからアウトドアの要素をガッと入れる。アニメが好きだからアニメの要素を入れる。まあスポーツとかサッカー、そういうのが好きだからサッカーの要素を入れるとか。まあ、もちろんそういうのも直接的でいいと思うし。まああとはその精神的に抱えてるものとかさ、人間的なもの。まあいわゆるちょっとこう内向、内、なんていうの、この内側的なところだけど。まあそういうのでちょっと僕はこういう闇を抱えてる、精神的にこういうものがあるから、まあそれのこう反発するように、 あの、まあ、こう、アバンギャルドなというか、ちょっと前衛的な服を着るとか、まあ、よく、こう、精神的に脆かったりとか、あの、不安定な人って、こう、強めのね、アバンギャルドな、こう、服を着る、前衛的な服を着るみたいなのって、まあ、なんか一時期ちょこちょこ言われてたことってあったと思うんだけど、ま、ああいうような感じでさ、こう、ちょっと精神的に脆かったりすると、逆に強い服を着て、まあ、自分を武装するじゃないけどさ、強く見せるみたいな、まあ、そういう自己表現も、ま、すごくいいと思うんだけど、まあ、直接的に見えない自己表現っていうのも僕はたくさんあるのかなと思ってて、まあ、そもそも自己表現 ねファッションでするべきですかイエスっていうのもその人のファッションでの自己表現だし、まあノーって答えるのも、それはその人のファッションの自己表現っていうのも言えなくはないのかなだから表向きに何かを出す必要はないでしょみたいなのも、一つ自己表現というか、にも思えなくないじゃないですか。そう、自己表現ってこう、表に出すことだけではないと思うので、っていうのは思うかな。これ難しい話ですけどね。僕はだから直接的に服は自己表現だなんて思わなくていいのかなっていうのは、 まあ、そっちの要素の方が強いかな、僕の中では。っていう感じかな。はい。次。次が低身長なので、上半身にポイントを作りたいのですが、ボリュームのあるシューズも履きたいです。うん、なるほど。まあ、まずこの後半のシューズに関しては、ボリュームのあるシューズ履けばいいと思う。ただ、高身長と比べるとちょっとあれですけど、高身長の方と低身長の方がいて、何が違うかっていうと、やっぱね、体のその余白というか、遊びが効かせられる部分、こう、ごまかせるかどうかみたいなところっていうのが、 やっぱ変わってくるのよ。で、高身長の方っていうのは、そういった余白の部分だったりとかがあるから、ごまかしが効くんだよね。割と適当でも。だからその分、難易度っていうのは低身長の方の方が僕は高いと思ってるのね。で、そこにやっぱりボリュームのあるものを入れるっていうのは、なおさら難易度がぐっと上がるわけですよ。で、あの、取り入れることは全然できるんだけど、難易度ってどこかっていうと、自分のスタイル、えー、っと、もちろんそれは骨格的なものもあるし、ファッションのスタイルもあるしね。例えばパンツのシルエットとかさ、好みで履いてるのパンツのシルエットとか、 まあ細かく言うとお尻から太もものこうラインがどうかとかさまあもちろんそもそもね低身長高身長って言ってもやっぱ膝までの長さとかねいろいろ違ってくるじゃないですかその身長に限らず人間の骨格っていろいろあるでしょそうだから自分のそういうシルエットスタイルに対してどのボリューム入れるのが 一番いいかなっていうのは、まず見つけた方が、見つける。まあ、これがいいのかなって思う。見つけることで、だいぶ悩みは解消されるような気がする。多分そのボリュームあるシューズを入れると、なんかボテッとなるみたいなイメージでいると思うけど、自分のバランスがスライディングにはまったボリュームのあるシューズを入れた時って、そうは見えないのね。むしろ、 変な話だけど、スタイルがよく見えるというか、そんな感じに見えたりするのよ、ハマった時って。そうだから自分に合うボリュームのあるシューズ、それはだからソールがどれぐらいの厚さなのか、つま先が丸いのか、四角いのか、まあ例えばローファーなのか、レースアップなのか、まあブーツなのかとか、ヒールがあるのかないのかとかさ、そういうのも含めて、自分のパンツとかそういう骨格と相性のいいえシルエットのシューズっていうのを、まずはね、見つけるのがいいかな、なんていうのは、 思う。まあ、それがもしできると、それができちゃうと、そもそも上半身にポイントを作らなくても、まあ、バランスよく見えるっていう可能性は、ぐっと高くなると、そもそも思う。だから解決策1としては、難易度は高いけど、自分のボリュームに合うあ、自分のシルエットに合うボリュームのあるシューズっていうのを、まあ、見つけるのが一番いいかなっていうのが、まず思うのね。で、まあ、この改善点2で言うと、上半身のポイントへの考え方かなと思ってて、 あのー、ポイントを入れるって別にボリュームを足すっていうわけじゃないのね。プラスアルファアーダーコーダーやるっていうことよりかは、別にシンプルでもいいのよ。インナーの色を変えるとか、例えば全身黒でやってるのに、黒のインナーに入れてる、コートのインナーに入れてる、ドライバーズニットが、じゃ例えばオレンジの入れてますとか、とかで、例えばじゃコートある程度、ボタン2つ目、3つ目、4つ目、5つ目ぐらい締めて、じゃベルトでキュッと縛って、まあ首元だけちょっとカラー開いてます。第一ボタンぐらいまで開いてます。で、そこからオレンジ見えてますってなったら、 そのオレンジ見えてるだけで首元ワンポイントじゃないですか。で、まあプラダみたいにこう首元だけ変わってるような、色変わってるようなタートル入れたら、それはそれでなるし、まあ、例えば、アイウェア、ね、えっ、ー、と、まあピアス、イヤリング。 あとは、例えば首から下げるような、なんかポーチ持ったりとか、まあ、ある程度お尻までかからない、上半身の中で収まるような、まあ、短めのショルダー持ったりとか、こういうのも全部、ポイントになるわけですよね。なんかいろいろ重ねてどうのこうのして、ポイントを作らなくても、全然なる。まあ、もちろんショートジャケットね、あの短めのジャケットを持ってくるとか、あ、と肩とかね、パワーショルダーでちょっとウエスト絞れてて、まあ、着丈普通だけど、まあ、エゴンラボみたいなさ、着丈普通だけど、パワーでちょっと、パワーショルダーで外に肩が出てる。これも一つポイントになるし、 まあ、例えばなんか首とかがちょっとこうドッキングされてカラーみたいに色変わったり素材変わったりしてるとかさ、そうでも全部ポイントにはなり得るので、上半身のポイントっていうのはさりげないものとか、うん、なんかそのプラスあればちょっとぐらいの感覚でいいと思う。まあそこ考え方を変えると、 ボリュームのシューズ、ボリュームのあるシューズを入れる難易度っていうのは、頭の中でのね。頭の中でこう、いや、それで、上半身もこういろいろやって、ボリュームのあるの履いたら、俺なんかもっとなんか身長のバランスおかしく見えるかなとか思っちゃってるかもしんないけど、頭の中で。まあ、そこはある程度クリアになるのかな、なんていうのは、まあ、思いますね。まあ最初の改善策1のボリュームのあるシューズを見つけるっていうのが、まあ、僕は重要だと思う。まあ、僕もね、やっぱね、自分に合わないボリュームのあるシューズとか入れると、やっぱおかしいよ。うん、バランス。なんだこれって。まあ、もちろん慣れもあるかもしれないけど、 なんかちげえなとかってやっぱ思ったりする。だから、プラダのシューズが好きって言っても、まあ、モノリスとかは履かないし、モノリスが自分のバランスじゃないから、履かなかったりするし、やっぱそういうのは自分の、まあ、感覚的なものだけどね。自分で履いた時に鏡見て、ああ、これはハマってるわ、とか、あこれはハマってねえわ、とか、そういうのやっぱりあったりするから、まあ、そういうのから入るといいんじゃないかなっていうのは思う。で、まあ、そういうボリュームあるシューズを入れるスタイリングみたいなのがある程度組めたら、まあ、プラザールファでそういうボリュームあるシューズをいろいろこうバリエーション増やしていくっていうのは、 まあ、あの、うまくいくと思うから、特にその最初の初のボリュームあるシューズみたいなのは、まあ自分のバランスがこう、どう綺麗に見える、ボリュームの度合いってどれぐらいかな、みたいなのは、まあ一個いろいろ探して試してみてもいいのかなと思うね。そのいろんなブランドの履いてみてとかは、いいかなっていうのは思う。はい。次は現在に至るまでの服に関する知識の付け方変力をお願いします。 ああ、これ難しいな。まあでも、そうだな。大学時代、そのデザイナーズハマったりとか、まあマルジェラとかそういうラクシモンズとか、そうな、クリスマスとか好きだったんだけど、最初。で、それだとディオロームとかサンローランとか、まあプラダとかね、バレンティーノとか好きになってるから、まあそんな流れあったんだけど、まあそのマルジェラとか買い出したり、クリスマスとか買い出した、プラスのそのディオロームとか最初買い出した時期ぐらいを、まあ言うと、それまとめて言うと、その時代は、もちろん自分が好きな服をやっぱり店に見に行くっていうのは、もう一番僕は東京にも新幹 観戦で行ってわざわざ見に行ってたし。まあ地元にあるようなセレクトだったりとか。まあ,あとは東京に着いていろんなセレクト回ったりとかするのとかも。まあ、やっぱり自分で見に行ってたから、オンラインとかじゃなくね。まあ、やっぱ見に行く触れるっていうのはもうめちゃくちゃ重要だと思うのね。でまあ、プラスアルファはやっぱりね。そこのお店の人ととにかく喋るっていう。 これは結構重要で、やっぱりセレクトの人とか特にね、あの、ザックバランに喋ってくれるから、しかも詳しいわけじゃないですか。そうだからとにかく喋って、いや、もう、なんていうのかな、ラクシモンズなんかよくわからないみたいな。クリスバーンシュって、え、何このブランドって何ですかみたいな。マルジェラって、なんでこんな、あの、よくわかんない銀、銀紙みたいなの貼った T シャツ売ってんのみたいな。なんでこれ燃えてんのみたいな。そんな感じだったんだよ。でも、それを、 いろいろ見てて、これってな、なんなんすかみたいな聞くと、いや、実はこ校こ,こういうので、こんな意味があってとか、バルジラというのはこういうブランドでとか、ラクシモンズというのはこういうタッチで今までもコレクションやってるんで、こんな感じなんですよとか、 ねねやっぱマルジェラというとこうですね、とか、ラクシモンズというとやっぱフーディーのね、このパーカーがやっぱね、とか言われて、少しずつやっぱ知識になってくるんですよ。知らないブランドをどんどん知れてきて。で、まあもちろんラグジュアリーとかでも、まあそのブランドについていろいろ教わったりとか、で、まあなおかつ自分でもやっぱね、いろいろ見たりとか、あのいろんなお店に行ったりとかしてたから、まあそういうので知識が徐々に徐々にこう、プラスになっていってて、で、プラスそういう興味あるブランドのコレクションをとにかく見まくって、 で、それに関する、まあ、日本だとファッションスナップ .com とか、wwd とか、その時、総園とかもやってたから、まあ、SNS とかで、その時、こう、公開されてたような、まあ、記事、例えばディオロームの2000何年、秋冬とかでレビューの記事とか載ってたら、それも見たし、防具とかがやってるような海外のレビューとかも翻訳してみたりとかもしてたし、まあ、実際に好きな服を見に行って買ってきて、それも重要だし、販売員の人とかとずっと喋って知識を得て、 プラザルは自分でもやっぱり調べたり見たりしてって言って、どんどん知識が溜まっていったのね。で、知識溜まってくるとよりこう楽しくなってくるじゃないですか。そうで、その状態で、僕が一番大きかったなって思うのは、あの、インスタで繋がった、たまたま全員同世代だったんだけど、男6人組があって、それで、まあみんな散ってたんだよ。地方に住んでたりとかで、散ってたんだけど、年にも何回集まってたから、もうなるべく会おうって言って、東京にみんなで集まって、 その東京のやつの、えっ、ー、と、家に泊まって、ひたすら2日間3日間ぐらい服買いまくって見まくるみたいな。で、それぞれがなんかこう繋がってる、なんかこうおしゃれな人とか繋がって、なんかどんどん輪がでかくなるみたいな。そんな遊びをやってたのよ。だから東京に行くと友達無限に増えるし、みんなすげえ洒落て,てて、もう僕の地元とかにはもういないようなレベルの、もうみんないろんなブランド着てって。だからそういう人たちと会って喋ることで、 いろんな知識身についたね。もう一気に、え、何このブランドえ、これバーバリー生きてるみたいな。お前バーバリー生きてんのみたいな。とか、まあそれでプラダの良さ知ったりとかね。その知り合いがプラダをずっと履いてて、プラダってこんなかっこいいんだみたい。俺もディオロームとサンローランしか正直知らない。まあ今ちょっとジバンシー、ティッシュのジバンシー気になってますみたいな感じだったけど、もう周りでは、いやーここいいよね。とか、なんかこのブランド面白いな。とか、あ、このブランドのこういうのマジいいわ。とか、そういうのにどんどんどん,どん,どん出会って、知識が増えてて、 たのがまあ、そのラグジュアリードハマリ中期ぐらいの感じかなだから、もちろん調べたり、お店の人と喋ったりとか、そういうの知識得てたけど、もう本当にそういう服好きの奴らと交流することで、とにかくどん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 いろんなブランドを知るきっかけになったなっていうのは思ってて。で、まあその後はそれの継続だけど、まあラグジュアリー入ってからは、よりその服の構造だったりとか、ラグジュアリーの文化とか、まあそういうのについて、死ぬほど勉強する機会があって、 で、まあ、それは自発的にじゃなくて、もう会社としてそういうプログラムがあったりとか、まあ、その勉強したりとかしたから、まあ、ある程度プラスあれば、さらにこう、何て言うのかな、より専門的に詳しくなれた部分は、多少ね、あるのかな、なんていうのは思う。で、えっ、ー、と、今の YouTube っていうのは、やっぱり発言する上でいろいろ調べるし、まあ、本当にいろいろ自分がね、学生時代調べてた時の、 5倍、10倍ぐらいの検索量とかいろいろ調べて、やっぱり動画にしてたりとか、例えばコレクションレビューとかもそうだし、まあいろんなアンテナ貼って、 ね、アジアの新鋭ブランド探したりとか、ヨーロッパで面白いブランド探したりとかもしたりするしさ、そういうのやったりするから、よりこうリサーチ力みたいなのが高まって、まあ、より知識とか情報になってるのが今かなっていう、初期、中期、後期で言うと、ま、そんな感じかな。特に中期のいろんな服好きのやつらと遊ぶっていうのが一番でかかった気がする。もう知らないお店にいろいろ連れてかれて、ただでさえ、ね、東京は知らないわけよ。地方だから。 東京に行くっていう時も新鮮なのに、検索しても、自分が検索してもね、東京セレクトとかで入れても、出ていかないようなニッチなお店に連れてかれて、なんだここって言ったら、ここライラって言うんだよ、みたいな。ライラみたいな。な、なんだこのお店尖ってんだ、みたいな。言ったらマルジェラのなんかすごいの置いてあって、みたいな。ほう、これはすげえ、とか、ま、そんなんやってたりとかさ。あの、なんかそういうので、どん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 なんか勉強したような気がするから、まあ、そのいろんな服好きの友達とやっぱ、 遊んだりするのっていうのは、僕はかなり効果としてはデカかったかなっていうのは思いますね。はい。じゃあそんなところで以上にします。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。